最近チラーの調子が悪い、チラーの老朽化、チラーの更新が必要な方、冷却能力不足、生産量の増加、チラーの増設が必要な方、そんな時は排熱が利用できる温水も作れるチラー、ランニングコストを最大 70% 削減、 CO2 排出量を最大 60% 削減、冷水と温水もしくは蒸気の両方を使っている工場やチラーを使っている工場で実績があります。導入実績ナンバーワン、飲料工場、惣菜工場、製麺工場、発酵食品工場、製菓工場、化学化成工場、製薬工場、さまざまな工場で導入ができます。温水も作れるチラーには圧倒的な効果の秘密があります。皆さんは室外機の前に立ったことがありますか？夏場の暑い季節、室外機の前に立つと温風が吹き出ているのを感じることができます。室外機では部屋の中を冷やす際に取り出した熱を排出しているのです。実はこれ、チラーでも同じことが起きています。チラーでも冷却を行う際、対象から熱を取り出して大気中に放出しています。この熱こそが今多くの工場で無駄にされているエネルギーなのです。温水も作れるチラーでは、この無駄にされていた熱を利用してゼロコストで温水を生成します。それを可能にしたのが冷温水同時生成システムです。生成したゼロコストの温水は、蒸気を使った温水システムの補給水余熱やボイラーの補給水余熱に利用することで、永住油やガスの使用量を削減できます。温水も作れるチラーでランニングコストを大幅に削減。さらに温水も作れるチラーは補助金が受け取れる可能性があります。あなたの工場でもシミュレーションが可能です。ぜひ一度ヒアリングシートをご記入ください。